最後の工程になると、五代の釜だけの工程になるんですけど、その一台一台お茶っ葉が入ってて、そのさらい手でお茶っ葉をこうさらっていく音が、その自分には海の波の音のように聞こえて、すごく癒されるところがあるし、祖母から聞いた話では、戦後数年して、今から約70年ぐらい前に、自分の祖父が種をまいて育てて始めたお茶作りです。じいちゃんとばあちゃんの代から買っている五代の本釜を使って、釜り茶と紅茶を作っています。釜り茶になるとやっぱり釜家って呼ばれるところがあって、そのすごくそれが甘涼しい香りがして、五代それぞれに個性があるんですけど、気が強かったり弱かったりで味も香りも変わってくるので、それは自分も父とやりながら一番いい味を引き出せるように毎日勉強してます。煎茶と違って、の変わり茶っていうのは、その強制的に形を作る、形状を作るっていう工程が少ないので、お茶本来の水分だったり、重みだったりを生かしてあげて、変わった煎茶の、祖父とか曽祖父とかのお墓は、茶畑の近くにあって、その近くに大きな木があって、自分たちとしてはこの場所を守ってくれている神様だと思っているので、すごく大事にしながら畑の作業とかしていく中で感謝しながら作っています。